木地美灯台は、富山県黒部市の木地花に立つ、中型灯台。白地に2本の黒いラインという目立った外観で、北陸地方では、ヘグラ島灯台に続いて、第2番目の高さ、遠く、滑川市からでも、肉眼で確認できる。また、日本海と富山湾の境界の役割も担っている。通称、木地の灯台。コシコの灯台と呼ぶ人もいる。 地元のイベント行事や毎年8月19日に内部を一般公開する。2019年11月2日には151周年東台記念日の関連行事として一般公開を実施している。記事台場聖地美東台の近くに記事台場がある。ここは江戸時代末期日本近海に外国船が出没するようになったため、江戸幕府は諸藩に海岸防備を命じ、 加賀藩が1851年10月21日着工、同年11月15日に完成した砲台場。当時は幅約8メートル、長さ約63メートル、高さ約3.5メートルという巨大なもので5門の大砲が備えられていた。1965年10月1日、富山県の史跡に指定され、 1989年の発掘調査の後に当時の遺構に1.5メートルの森土を実施して当時の姿に復元されたが風化しつつある。愛の風と山鉄道記事駅から徒歩30分。ありがとうございます。